友もおくるみは、日本のバドミントン選手、ヨネックス所属、バドミントン日本代表ナショナル A チームに選出されている。小学2年生の時に、ハリー・アップ・ジュニアに入部。2002年、全国小学生選手権ダブルスで、ミネ・アユミとのペアで準優勝。この後、ミネとは高校までペアを組むことになる。2004年、全国小学生選手権女子ダブルスでベスト4。 2006年、カリア東中学校2年の時、全国中学校大会で女子ダブルスベスト4。2009年、岡崎城西高校2年の時、全日本ジュニア選手権でシングルスベスト4。ダブルスでは優勝を果たした。2010年、高校3年の時、インターハイでダブルスベスト4。社会人になってからは、福満久子とペアを組む。2015年、 世界選手権で3位。2016年オリンピック選考最終大会のアジア選手権で優勝すればリオデジャネイロオリンピック出場が決定するところだったが決勝で高橋玲華、松友美咲に敗れて準優勝に終わり惜しくも出場を逃した。この大会の準決勝ではインドネシアペアと過去最長の159分を戦い、 それに対して、アジア連盟から特別賞が贈られた。2017年に、パートナーの福満と共に、ヨネックスへ移籍。ありがとうございます。